はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police 103日目になりますね。プレイしていきたいと思います。新聞からになりますが、非政府機関が市内でコンドームを無料配布。やっぱりね、コンドームは重要ですからね。生の方が正直言って100倍ぐらい気持ちはいいんですけど。はい、あとはフリーバーグの失業率 9% 上昇。 9% はすごい数字だけどな。作業作家アイバン・ピコフ終戦の対策を発表ということで、いつも通りメモも見ていきましょう。ただより怖いものはないと。あれだな、これ前回視聴者の言うことを聞かなかったからブーブーっていうのが2つ入っているっていうことなのかな。ちょっと市長の言うことを聞いとかないとまた消されちゃうな。警官の数減らされると結構きついですからね。警官の数が減らされないようにちょっと今回は市長寄りのこともやっておかないといけないかな。給料がね激安ですからね。118ドル。先にちょっと警察署に寄ってリクルートしておきましょう。刑事だな、そうだな。マーク・ムーディーにしますか。マーク・ムーディーの方が明らかに優秀そうなので、マーク・ムーディーを B に入れます。シフト B ですね。では爆破予告から対応していきましょう。道化師の衣装を着た狂った男がスクールバスを停止させた。ドライバーがバスを止めるとその男は車内に手榴弾を投げ込んできた。爆発はしなかったが子供たちは恐怖で身動きが取れなくなっている。いや、手榴弾をいきなり投げ込んでくるってクレイジーにも程があるだろう。じゃあここはモンテノットにシンプソン、女性警官2人を派遣しましょう。おっと、2人じゃやだって。じゃあさらに女性バーディーもつけるか。バスティアンは男じゃなくて女でいいんだよね。左から2人目。続いては喧嘩が騒ぎ住宅街ですね。飲みすぎた6人の男たちが喧嘩を始めた。男の1人は酒のボトルを歩道に打ちつけ粉々になった。そして仲間をその破片で刺した。おお。窓からこの様子を見ていた退職者のジョージナー・ミラーが警察と電話で話している。酔っ払いにはもううんざりだよ。いつだって騒がしんだものっていうことですね。いや、なかなかクレイジーだなこれも。この時期ね、年末年始酔っ払いは多いですからね、街中に。さて、道化師の手榴弾を投げ込んできた男の話ですが、どうしようかな。テーザー銃で道化師を撃つか、悪ふざけはここまでだというか、これはおもちゃだというか、まあ完全に危ないやつなんでテーザー銃で道化師を撃ちましょう。なんかね、スクールバスに道化師って聞くとジョーカーを思い出しますけどね、バットマンの。続いては窃盗事件。ヒッピー風の状態、ヒッピー風って久々に聞いたな。動物園のケージから珍しい黄色の猿を引きずり出しどこかに隠すと足早に園を去った。いや、それをさ見過ごしてたの。それはそれでなんかすごいけどな。スカンロンにディクソン。バンダールもちょっと使っといた方がいいな。バンダールが唯一平均値150を下回ってますからね。まあ、バンダールもともと最初に来た時は5だったからな。一度クビにして戻ってきた時の能力値が5。よくここまで成長したよな、バンダール。さあ、ここまで順調に事件さばいてます。今八百屋ですね。店の従業員が有名な詐欺師であるリー・クアンによく似た女を見かけた。リーの写真はテレビでよく目にしている。これはガセネタだな。続いて詐欺事件。ピエロの格好をした道化師と同じですけどね。銀行に入ると
現金水筒係に2500ドルの小切手を見せ現金化するよう要求。金額を現金ができないと銀行は信用を失うことになると脅迫してきた。支店長から通報。どうしようかな。ここはじゃあフロリドに行ってもらう。たまにはそれにバンダールのコンビ。まあバンダールもフロリドと組めばね、間違いなく対応できるでしょうと。何？犯人に逃げられたって詐欺師だったんだ。有名な本当に。フォーチュン銀行の武装強盗事件。5人の武装した男たちは銀行に押し入り、貸金庫へ案内するよう命令。顧客の足に発砲したため支配人は要求を飲まざるを得なかった。警備員1人と顧客5人が現場から逃げ出すことに成功。警察に通報した。しかしまだ多くの人質が捕らえられたままだと。いや、こここそバンダール出したかったな。まあしょうがない。じゃあバスティアンにマリニアック、さらにドレイクを出してスワットチームも出しましょう。市長からの要求が何もないのはそれはそれで怖いんだよな。ピエロ風の男に関しては出せネタでしたね、というか誤報でしたね。まあなんといっても前回ね、市長からのデモ鎮圧要求を無視したんで。おっと待ってくれ、マジか。スカンロンとドレイクダブル死亡か。うわ、きついな。スカンロンとドレイクダブルで死んだか。2人の警官を同時に失ったわけだな、シフト A チームは。シフト A チームに関してはちょっと補充しないといけないですね。ティカスタワーの暴行事件ですね。保険会社が生々しいスキャンダルに見舞われている。夫を交通事故で亡くした後に保険料を引き上げたとして顧客の一人が保険会社を告発。その女性は怒りで手を震わせながら厳しい言葉でスピーチを行った。それから第2のネクタイを掴むと男性の頭を思い切りテーブルに叩きつけた。警官を2人失った後にこの事件だとちょっと萎えるな。シフト A チーム大打撃だな。テロ行為。ベディ・サンチェスは夫のベクターの日記を読んでしまい、ひどいショックを受けたと警察に通報。鉄道の駅に入り、水銀が入っている巨大なタンクをこじ開けようと計画しているというのだ。兵役に服していた息子が亡くなって以来、夫はずっと別人のようで怖くてたまらない。まあ事実だとしたら検挙しなきゃいけないんで、ガセネタの匂いもするけど一応派遣しましょう。いや、スカンロンもドレイクも長くずっとやってきた警官なだけにショックだな。なんか墓地での不審人物ですね。アーロン・グリックスは土砂降りの中墓地にいる気味の悪い男を見かけた。男は雨を気にする様子はなく墓地をただ歩き回っていた。誰かを襲おうとしているんだと思うが突然急いで立ち去ってしまったと。これは誤報と見た。無視しましょう。もうテロ行為の方はしっかり犯人捕まえましたね。大規模な喧嘩騒ぎ運動場です。工場で働く3人の従業員がベンチに座ってビールを飲み、バーで話をしていた若いアスリート集団をからかい始めた。従業員たちはその男たちをゲイと呼んで笑い、ビールですねビールを空いているベンチに投げつけた。初めのうちアスリートたちは無視を貫いていたが、ついに堪忍袋の尾が切れてしまった。アスリートの一人がビールのジョッキをつかむと従業員の男の頭をぶん殴った。そして7人のアスリートたちが集まって残りの従業員たちを殴り始めた。いや、これはかなり大規模な喧嘩に発展するね。アスリートもね、体でかいやつとかいますからね。さあ、もう事件はいらないけど、どうかな。墓地の不審人物はやはり誤報でしたね。いやー、ショックだな。スカンロンとドレイクダブルで失ったからな。おっと、運動状態の喧嘩騒ぎですね。現地で激しい喧嘩が続いている。工場の従業員がさらに加わり、仲間を
援助している、すでに十数人が喧嘩に加わっているか関わっているですね。引き裂くような叫び声を上げ、直ちに喧嘩をやめるよう命令。威嚇射撃をして全員に地面に伏せるよう命令。喧嘩をやめとしない人物の尻を蹴り上げる。引き裂くような叫び声を上げてみましょう。ここは喧嘩が中断し、2人のアスリートが警察に近づいてくると、ここで一体何をしている、お前らは必要ないと吐き捨てた。男たちはレンガと鉄製部品を手に持って周囲を威嚇していた。危険だな。腕立て伏せのコツを教えてくれたら見逃してやるというか、テーザー銃を使うか警棒を使うか、まあ、テーザー銃を使いましょう。これは完全に警官に対する挑発行為ですからね。引き裂くような叫び声っていうのがちょっと気になりましたけど、さあスカンロンとドレイク、首都 A チーム大打撃ですけど、しょうがないですね。はい、というわけで103日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き104日目プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。